はい、サッカー第三者嫌悪雑談、嫌悪楽団です。楽団でした。あ、楽団しとくかな。サッカー第三者嫌悪楽団っていうのね。まあ声をこう出しているっていうのは、一つ音を奏でていると、それが綺麗か人の心を動かすか、動かすきっかけを作るか、感銘させるかは置いといて、いや置くスペースねえだろおめえの部屋狭いんだからよとね、心の器の小ささをね他人に指摘される。ほんとキャーって感じですね。まあマジサッカークソだからな。いやサッカークソだ。サッカーは俺はいいと思うんだよ。サッカークソ、あ、もう切り取られる。俺が有名になったらサッカーってクソだよなっていうのが一人歩きしちゃうよ。もう。いやでもサッカーについてブーブー言ってるのほんとマジワールドカップさ、なんか、ワールドカップのさ、話題ってミュートできないんだよ、なんか。ふざけんなよって思ってさ、もうゴンもね、なんかさ、俺がフォローしてるやつってさ、まあ、全員クズだからさ、なんかサッカーの感じ、なんか腰抜けジャパンとか山田ドンドルドン、ドンドルドンさんとかさ、やっぱディスってんじゃないよ。ディスってんだけどさ、名前は覚えづらい名前だからさ、もうまあ、レジスチュールさんがさ、なんか腰抜けジャパンがとか言って、キモって思ってるの、ほんとそういうの見てさ。人がさ、なんか批評してるっていうか批判してるの、ほんと気持ち悪いよな、なんか。なんか当の本人でもないのになんか、ダメだなって思うよね、そういうのは本当に。ゴミすぎだよ、本当に。見てて不快。ミュートにした、俺は。うん。いや、でもそういうのはどんどんブロックしていくべきだと思う。いや、もうブロックしよう。そろそろ。キモい奴ら全員ブロック。まあ、俺がめちゃくちゃキモい。俺そんなキモくねえだろ。キモいけど。ツイッターで俺が発言してるどんなのなのかな。あ、でも俺、ツイッターの発言めちゃくちゃキモかった。なんだろうね、みんなが思うキモじゃなくて、常識に負け続けて、早200年。どうも、キモ人間です。部屋がだし巻き卵みたいな匂いがする。生きになりたい。絶妙の本当の意味は、絶対的に微妙。今日生きてみて分かったこと、コースターって意外に必要。死に天国。脇の菌を目にすりつけているので、邪魔しないでください。パクツイしてる人って、パクツイウイルス、そうか。パクツイ症候群なんですかね。空腹を楽しもうとしたら意外に楽しめたから、厄介だな。どのくらい楽しかったかというと、1000回くらい乗ったプーさんのハニーハント。バンコク博覧会4週間分の腹減り具合。セネガル天ホシガル。禁電でしたらすみません。公衆でモンシロチョウが引きちぎれるくらい臭い。口臭い。ライフガードで公衆をごまかす守りのだから。まあ守りのだからっていうのは、まあだからっていうのを守りじゃないですか。いや、だからって最後文添えるのは守りじゃないですか、文として。その自分でだからって言っちゃう、そのだからを守りと表記して守りのだからなんですよね。はい。家車ジャンボジャベリンガルジャンボジャンブグルの、あ、これ動画のタイトルだった。その動画のタイトル長すぎてね、こう収まんなくなるんですよ、ついてて、ふざけすぎて。ロロロディス終身宣言。あ、これも動画だよな。ふざけんなよもう。はい、ということでね。あ、サッカー嫌悪大さんだからさ、もうみんな文句言わないでくれ。サッカーの、だから黙ってくれ。これだからワールドカップはね、嫌だな。っていうのを今年初めて気づきました。いやー、まあね、はっきり言ってツイッタークソだけどやっちゃう。ほんとダメだよ。クソ麻薬がよ。クソ薬が。クソ肺薬がよ。ほんとにさ、マジ、ツイッターやってるやつ全員クズだからな、っていうのはね、
あのツイッターをなんか業務的にやってる人を除いて好き好んでやってる全員クズ、本当にマジで、ね、仕方なくツイッターやってるとかね。いやでも本当クズだよな、それサッカーについてブー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 言うやつ、どうだっていいじゃんって。そういう文句っていうのをなんか口に出す場所ってなんかさ、なんか文句な、まあまあ言っていいのかな、まあ嫌だったらブロックすればいいんだもんな。うん、それだけだけどさ、その違うんで、ワールドカップについてミュートができないのが嫌なんだよ本当に。なんか俺さ、マジ強制的に文に対してタグ付けできる機能が欲しいよね。このタグについてはできんのかな。でもサッカーの出来事に関しては全部やめてほしいな、本当に本当に。サッカーはきつすぎる、ミュートができないんだよみんなの文句が、本当うざい。全ブロックしてくわマジで、サッカーの出来事言ってるやつ。そして誰もいなくなったになるんだろうけどさ、いやーもう意見じゃねえんだよな、なんかもうほんとクソ本当に。まあ山田ドンドルドンさんの人を見に行こう。ブロック中294ですからね俺。あ、山田ドルゴルストレよう、そこの決めオタクって言われてさ、オタク煽ってる人だ。腰抜けジャパン、いいかな、ブロックして。剣王が増しました。うん、成瀬さんもなんとなく見ようとしてんだよな。成瀬さんと俺かかっちゃダメなんだよって。まあいいよ、だんだん成瀬さんに飽きたんだよ。その数字では追い抜けてないけど、そのなんかそういう面白的に部分ではもう成瀬さん追い抜いちゃったからさ、悪いようだけどやっぱり追い抜いたんだ俺の中ではね。みんなで何言ってんだよって思ってもいいけど、俺が追い抜いたって思ったんだから追い抜いたんだよ。でもみんな思わなくてもいいんだよ、うん、それに賛同してくれる人は多分少ないと思う、うん、だから追い抜けてないのかもしれない。でも俺が思う面白いでは俺は追い抜いた、それだけ。飽きたんだよな普通に、飽きは来るんだよ。だから俺飽きてないの、 YouTube の活動だけなんです。成瀬さんだって飽きたもん、すごくね。飽きないかなと思ったら普通に飽きた、うん、いやだから構ってくれなくなったっていうのはでかいよね。やっぱ構ってくれないけど疲れたからさ、まあまあまあエゴをね貫き通したっていうのは重要だと思う。構えたくねえやつには最初から構わなくなっていいんだよ。優しさがそのね結局人を傷つけてしまうっていう、優しさではないっていうかさ、その優しさっていうか俺偉いみたいな、こんなやつも偉いしてるみたいな、そのなんだろうな、自分の中で完結する承認欲求っていうののせいで人を傷つけてしまったっていうかね、本当に変なやつは無視していいんですよ最初から。うん、最近マジ成瀬さん腹立つよな。俺のツイッター対して全部おもんないって言ってくんだよな。何言ってんだあいつってマジで思ってる。おもんないっていうのはムカつくんだけどさ普通にね。あ、ミュートしてるから出ないか、ハッシュツイートにも。あ、出てきた。おもんないってって言われるんですよ俺がね。おもんないってって言われるじゃないですか。そしたらおもんないってって言われるんですよ。いや俺がなんかね、あの検証ですよ、TikTok オーディション通過しましたっていうので、ハクチー不可説でんだったら俺もやったのにって思えないってっていうのでね、クソがよってマジ思ってさ、腹立つなこいつ本当に。いや面白くないって言われるのがね、面白く、俺より面白くないやつに面白くないって言われるのが一番腹立つんだよ。うん、
ってすごい喧嘩動画みたいになるけど、俺のイライラは成瀬さんにムカついてんじゃない、でもそれに近いけど、おもんないってっていうのを面白いと思ってるのに腹が立つよね。おもんないってで片付けやがって言うという、本当に八不可説不可説天縁っていうのね、ボケっていうよりは、いや全然やる気ねえよって話な。 TikTok は嫌だなって、どんなやそんなお金があったとしてもやりたくないよっていう意も込めて俺は発言したと思ってるし、それに面白さっていうのはないと思うんだよ。八不可説不可説天縁も定期的に使ったくないよなと思っててさ、いついつもいついついつもいついつもっていうのはね、ちょっとね、それもね、あのいつもこれからっていうのを、なんかいつもこれからっていうのは、そう、芸名グループコンビってんじゃない、まあそれなんだけど、その件でもさ、まあ俺はこういう時に真面目になっちゃうんで腹立つからさ、だってさ、リプ飛ばすやつ全員つまんねえんだもん。だ金獅子の式みたいな気持ちで、全員つまんねえから俺をスパイス入れてんのに思んない。でも、思んないは嬉しいんだけどね。ぶっちゃけ。ちょっと信頼してくれてるから思んないって言ってくれてるんだよな。ああ、ダメだ、自己完結しちゃった。成瀬さん優しいってこと分かった。俺もなんかね、ヘキホーさんムカついてた時期があるんですよ。なんでかっていうのは、それはね、いい作品なんて時間かければ、誰だってできるっていうのにすごい腹立ってたんですけど、俺なりの解釈っていうのは、いい作品っていうよりは自分が納得を納得できる作品っていうのは時間をかければ誰だってできるっていうことだと思ったら、ああ確かになって思って、自分が納得のいくのを早く出せるのはすごくなんだっていうのは、ああ確かにって思ったんですよ。そうだったらそうだよなって思って、なんだろうな、自分が納得のいく作品を早く早いスパンで出せるっていうのはすごいなって思って思いました。そういう意味で考えたら俺ヘキューさん嫌いじゃなくなったもん。またなんか嫌キャラを演じてるっていうか、まあ、素で嫌キャラが出ちゃってしまってる、嫌悪だなって思っちゃうのが出ちゃうからね。ヘキューさんどうせ優しいんだけどな、優しい鬼みたいな、優しい巨人みたいなもんだけどね、でもかわいそうだよなって思って。ヘキオさんだってさ、彼女オーディションみたいのをやらされてさ、なんかやらされて結局はさ、で悪者にされたわけじゃん。本当はもう好きな子いたわけじゃん、ずっとアンディって人がさいて、ずっといたのに結局やられて悪者にされてんじゃん。印象的には最終的に嫌なやつだけどねって、どうせさネタなくなったら川口仁オーディションやんだらなあ、本当に絶対面白いから見てやるよ、本当によ。マジで。くそー。一世一代のボケで虚勢した女になろうかな。性転換しようかな。嫌だな。川口仁のオーディションのために性転換しましたって言ってやんの。絶対通るだろうけどさ。人生かけたくねえな。性転換系 YouTuber になっちゃうじゃん。インパクト強すぎだろ、そんな。絶対決勝戦までいけるわ。絶対落とされるけど。面白すぎだろ、そんな。川口仁オーディションのために虚勢して性転換しましたって言って来たらもう絶対面白いじゃん、そんな。それでこのキャラでしょ、やば、もう気違いじゃん、そんな。下手したらガードマンに取り押さえられるわ、本当に。いやでもいいな、いい、誰かやってくれ、本当に。他力本願で俺は、それ見て俺はもう画面の向こう側でキャーキャッ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 キ、はい。そんな感じかな。あとなんか動画もっかあるけど。結局雑談内はね。いや、サッカーっていう概念は嫌だな。俺、スポーツ全般ね、したことないんです。興味がなかったんで、自然っていうか運動音痴になってったっていう感じですね。運動にも触れてなかったんでね。まあ、ほんとこういうのばっかですよ。こういうのばっか。そう、これだけじゃわかんない。こういうのね、パソコンとかさ、そういう、でも引きこもり万歳だよ、マジで。お家は最高なんだよ、マイ縫製は。本当に。はい、ということで、あざした、ディザスター。いや、でもね、サッカーに、だからもう本当に、サッカークソ、本当に、サッカーの関して、なんでみんな嫌いなのにツイッターあげんだろうね。好きじゃんって思うよね。山田ドルゴスレッチンさんはさ、もう俺も気にしちゃってるから、俺も負けだけどな、山田ドルゴスレッチンさんって。
可愛らしく見えてきたやつね。なんでお前が勝手に山田ドルゴスレチンさんのさ真上に立とうとするんだよっていうね。はい、ということで、結果的に成瀬さんとはもう距離を置くって言ってね、構われなくなったら嫌いになったけど、それはそれで成瀬さんが俺を信頼して思って思んないってって言ってくれる優しさに気づいた今日でした。ほんとね、やっぱ信頼してくれてるんだな、なんだかんだ言って。フォローは外されたらけど、それっていうのはさ、俺のツイート見たくなくなっただけじゃん。それしょうがない。うん、俺は面白いツイートできないし、面白いツイートなんだけどな。面白いだろ、万国博覧会4週間分の腹減りって。面白いだろそんな、ふざけんなよって。いや、もう単純にね、成瀬さんは可愛い子が好きなんですよ。でもそれはわかる、俺だってむさ苦しい男に囲まれたさ、いや悪い言い方だけどさ、なんかまあ汗まみれで頑張ってるね、土方さんみたいなね、人目が溢れるタイムラインなんて見たくないよ。可愛い美女がね、そのファボのために体を晒してるような奴らばっか、もしくは可愛い奴らに埋もれたタイムラインが見てえよ。最近なんかあのツイッター気違いっていうね、面白い、まあツイッター気違いじゃなくて、まあツイッターでね、面白いこと発信してくる人をフォローしすぎて、なんだかよくわかんなくなった。それでなんか適当にフォローしてたら、なんかプログラミングのことばっか言ってきてるアカウントまでなんかフォローしちゃって、あちゃーってなっちゃった。はい、ということで、あざした、喉が痛いんで一回炭酸水を作ってきてから喉を補給します。